はい、お疲れ様です。私今台北におります。ちょっとね、取材で2週間ほど台北これが滞在するんですけど、この動画では台北で食べたものをまあダラダラと流していく感じにしようかなと思います。もうね、台湾台北何度も来てるんで、もしかすると定番のところとか、あと日本にもあるような店とかばになるかもしれないですけど、まあいろいろと撮っていきたいと思います。やっぱり1軒目はここからにしますかね。四川ウーチャオシュ、この麻婆豆腐がめっちゃうまいですよ。あれ、ちょっとメニュー変わったかな。メニュー変わったというか、メニューの表示が変わったな。めっちゃ日本語も載ってるようになってる。ああすげえ日本語載ってる。わかりやすくていいや。まあ一人だと頼みにくいんで、もう頼むのは大体決まってるんでね。四川の料理なんでね、辛いもんが多いんですけどね、どれ食ってもうまいですよ。あったね、麻婆豆腐でしょ。あとこの辛いワンタンね。あ、ワンタンスープもあるんだな。まあいいや。では台湾ビールをいただきます。よいしょって。あー、うまい。来た、麻婆豆腐。ここの麻婆豆腐私愛してやまないんですよ。美味しそうでしょ。ありがとう。うまみのある辛さなんですよ。日本の麻婆豆腐で辛いっていうと山椒がすごいきつい麻婆豆腐が多いですけど、ここはね、そこまで山椒はきつくないくて、もっと なんか変な言い方ですけど、甘みのある辛さ、うまみのある辛さ、これがねよく出ててうまいんです。ただ昔食った方がもっとうまかった気がするんだよな。なんか思い出補正がかかってるのかちょっと悔しい。なんか記憶をリセットしたい。あとウーチャオショーだったかな、辛いワンタンです。これがね、こうよくかき混ぜて食べるんですけど、これがまたうまいのよ。ね、辛みのソースをたっぷりと絡めていただきます。うまい。中はね、お肉なんですけど、柔らかい皮と中のお肉と、しかあと周りの辛い、やっぱ麻婆豆腐と同じなんですけど、うまみのある辛さ、これがね最高。ん、ビールに合うのよ。この麻婆豆腐をねご飯と一緒に食べるとうまいの。また飛ぶよ。なんぼでも食える。うめ、あ、美味しかった。いくらかな。589。よよか。よよかね。Thank you. Bye bye. Thank you.イージーカードで支払えたので実質タダですね。5000元当たったので実質タダです。取材できちゃうとなかなか並んで待つって時間がないから、時間のあるうちに食っちゃおうかな。どんくらい並んでんかな、まあ、それにもよるんだけどな。もしかしてそんなに並んでない。あ、そんなに並んでないかも。ナイス。ニハオ、ワン、イエス、ジャパン。すんなり入れた。ラッキー。ここもしかして穴場なのかな。で、オーダーはこう今隠してるけど、QR コードをスキャンしてオーダーしてくれっていう案内でした。はいはい、にゃお。スキャンしたらメニューが出てきた。注文する。
普通の小籠包、あ、ここいらんじゃん。あ、10個、10個は多いな。5個、注文保存、うん、はい、18点ビール、18隠しちゃった、18点、18 days か、瓶詰めしてから18日だったかなまでしか置いちゃいけないという新鮮なビール、これがうまいんだよね。あ、うまい、やっぱうまい。あー、スカスカいくね。あー、いいわ。ピルスナーのね、このスカスカ入っていく感じ、ピルスナー南に行けば南に行くほど軽い飲みやすい感じなんだけど、このこういうビール好きなんだよね。なんかエールのどっしりしたホップの苦味の効いたのもうまいんだけど、ピルスナーのこういった飲みや口当たりのいい飲みやすいビールはいいよ。なんかこれがねまずいとか言う人はね頭おかしい。来たー、リンタイフォンの小籠包。なんかね最近ねリンタイフォンが美味しくないとかねなんか言う人はいるんだけど、リンタイフォンはね超うまくはないよ。でもね美味しいんだよ。これがねベンチマークなの。このリンタイフォンの小籠包よりもうまいかまずいか、ベンチマークとしてのうまさなんだよね、このリンタイフォン。ヤックルと必ず食べちゃう。ほら美味しそうでしょ。安定のうまさ、安定のうまさはある、まあ、ちょっと値段が上がってきてる、ね、そしてチャーハン、豚肉のチャーハンにしました。今回はリンタイフォンは小籠包がうまいというよりもチャーハンがうまい、チャーハンを食うためにリンタイフォンに来てると言っても過言ではないですね。世界中リンタイフォンがあると言っちゃうからね。今までシンガポールと今中国本土とあとどこ行ったっけかな、アメリカも行ったでしょ、オーストラリアも行った、イギリスも行った、あとどこ行ったかな、あとどっかも食った気がするな、まあ、日本も当然食ってます。で必ずチャーハンは頼む。チャーハンはうまい。米はねサラサラなんだよね。油とうまいわ。本当にスープってリンタイフォンをディスる人ダサい。料理を買う、イージーカードいろいろ使える、はい、はい、サンキュー、これで出る。お、でももう残り3800だな。ビールと小籠包5つとチャーハンで588、まあ、600として3000円だから2800円ぐらい、まあ、高いっちゃ高いよね。だからリンタイフォンより高い、安いお店は確かにある、リンタイフォンより、美味しいお店も確かにある。というわけでリンタイフォンをベースにしていろいろと探すといいかもしれないですね。まあ基本となるね味とか値段を知っておかないと分かんないからね。でもまあイージーカードで払えたから今回5000円当たってるんで実質無料、イエイ。はい、コンピュテックスの会場スタート、今日1日目ですので朝ごはん食べてから行きたいと思いますが、何にしようかな、そこの麺かもう一個向こうのルーローハンにしようか迷っています。ここにもあるか、ここは麺屋さんで、あ、昆布、あとはこっちの魚丸麺みたいなやつを食べようかなと思ってて、こっちにします、こっち空いてるから、はい、どうしようかな、あ、ルーローハンも一応あります、うん、あ、そこで頼んでから、はい、あ、それか、
うん、正の字でいける。あ、僕はいいです。ベランドがベロニー、あと焼きビーフ頼みましょう。焼きビーフも頼む。普通にどれだろう、上から2番目、これか。ちょっと勘違いしてた、麺が入ってるかと思ったら魚のすり身の団子だけだった。まあジャイアさんがビーフンとあとルーローハンも頼んでるんで、このビーフンの方をちょっといただきます。あ、あったかった、いい出汁美味しい。体が温まる。エアコンで冷えて体がだるおもで体調悪いです、これは。これも終わる。あ、逃げた。これはこれで勝ちるしかないから。あれだ、中にお肉が入ってる、なのですごい肉の味も出てて結構うまい。美味しいです。あ、美味しい。あっちはもっと美味しいですかね。ねえ、うん、すごい混んでたもんさ。やっぱり、ね、人が多い店屋の方がうまいんですよね。うん、あの結果的に食材が早く回るから、うん、古い食材を使わなくなる、うん、でもうまいね、まあ、でもう24時間だからなんですけど、うん、便利でいいや。そうか、謎が解けた。こっちが緩いスープで、こっちがあのスープ付き麺で、チェックを入れるんだったらこっちに入れなきゃいけなかったんでね。ここは麺で、ビーフン、米の麺、この冬粉って何だろう、分かんない、後で調べてみるけど。あと追加で団子を追加するのかな、これは。なるほどね、今度は間違えないようにしよう。また朝飯食べに行きます。実はね、昨日体調あんま良くなくて、エアコンで体が冷えちゃってめっちゃ体調悪くて、昼も夜も食べてないんですよ。お昼ね、ポテトチップスはちょっと会場でプレスルームに提供されているポテトチップスは食べたんですけど、でまあまあお腹も減ったので、朝ごはん、昨日の朝ごはん食べたところの、 あの隣のお店が結構混んでたんで、そこ行ってみようと。今まだ朝6時ちょい、6時回ったぐらいで早めの時間なんで、多分空いてるだろうということで、昨日の隣のお店に行ってみます。ほら、西門麺店。ねはーほー、あ、こちら、あ、中にある。あ、本当だ。あるメニュー。とりあえず見ます。来ました。私が総合麺。総合って書いてあると、いわゆるこのお店で出してるものをバーッとまとめたものを入れてくれるんですよね。で、ジャイアンさんがルーローハンで、これあの、卵といろいろ具だくさんですね。ちょっと辛いワンタン、打っちゃうでしょ。いただきます。うん、あったかくて美味しい。魚のすり身のボールと、あとワンタン、美味しい。ワンタン、辛いソースそんな多くないな。この辺少し固まってます。取れない。取れた。山椒強めですね。うん、そうそう。でも美味しい。この辺の煮込み系もうまそうだもんな。また来てもいいですね。そうですね。うん。シェシェ。シェシェ。あー、大腸総合麺さん。やってんのかな。ニハオ。ニハオ。あざま。スモ。スモ。
つかき入り麺線55元でしたね。なんか肉かおかきとこれはもつかな、もつが入ってます。うまそう。いただきます。面白いな。なんかあのくにゃくにゃというくにゃくにゃしてるわけじゃなくて、なんかサラサラなんて言うんだろう、で生姜かな、かなり生姜はちょっと強めの味ですね。これはこれで美味しい。牡蠣も入ってます。うまい、牡蠣うめえ。さっき、今もう9時半なんですけど、今まで発表会がありまして、結構お腹空いてるんで、まあ食べて帰って仕事しようかなという感じです。ルーローハン食います。すげえな、ここもスマホオーダーになってた。もう紙に書いてオーダーするんじゃないんだ。はい、ルーローハン中と空心菜の炒め物と、あと卵、まあ定番っちゃ定番ですね。これで全部で95かな、500円弱、500円ぐらい。辛いけどしょっぱいのうまい。ガチョウを食いに来ました。ガチョウガチョウ、タケノコもうまいけどガチョウ。いただきます。ガチョウ、あとガチョウの油乗せたご飯。しっかり看板に引かれてラーメン屋に来ちゃいました。博多豚骨って書いてありました。天神ラーメン260入台ワンドル。日本風のコシのある麺で、細麺じゃないですけど、うまい。麺がうまい。